どんな歌にするかというとこれです。こんにちは、アンナです。今回のルックブックは推しアウターを紹介するというルックブックになっています。皆さん最後までぜひ見てください。はい、じゃあまず1着目、どん。まだアウター着てない状態ですね。このトップス、リブートップスはもうめっちゃ使ってるんですけど、エピソードアパレリッシュ、私たちのアパレルブランドのやつと、これはディーゼルのベルトもめっちゃ使ってます。でこれはアレキサンダー1のデニムですね。このデニムも形がめっちゃ良くて本当に愛用してる。この格好は結構私の中で最近の定番な感じで、冬は最近ゲットしたアグのスリッパタイプのやつですねを履いて、まあ、ラフな感じなんだけど、どんな歌にするかというとこれです。あのパーバーズのお気に入りアウターなんですけど、もう本当にこれ超ね気に入ってて、めっちゃくちゃ使ってるんですけど、実はリバーシブルなんですよ。でこっちの革の方のデザインの方を結構使ってるんですけど、この襟がねモコモコしてるのが可愛いのと、ポッケも大きくてすごく使えるっていうのもあるし、すごいこれね丈もねなんかちょうどよくて、お尻が隠れるくらいの丈感で、すごいね愛用してて、バッグはこのディーゼルの D バッグのミニのやつですね、ベルトと合わせて。これ開いてても可愛いんだけど、ここを締めるとこのね縦のねラインで締まるんですよ、ボタンが。だからね首元がこう大きく襟があるみたいになって、すごくね可愛いんですよね。あったかいし、このパーバーズのアウターはもうほんと毎日着てるってぐらい、お家に届いてからもう超愛用してます。絶対この企画で紹介したかったアウターナンバーワンって感じですね。超合わせやすいし、これ着るだけでおしゃれ感もすごく増すし、冬っぽくてねすごく私は好きです。デニムにも合うし。はい、じゃあ次はアウター着てないとこんな感じのコーディネートですね。これはストゥーシーのちょっと透けてるタイプのやつなんだけど、かわいいね。でこれパンツなんですけど、パンツスカートみたいに見える、これもワンのやつですね。これ前から見たらね超短いスカートなんだけど、ショートパンツなんですよ実は。でアウターとブーツ、ブーツはシャネルのエピソード様から誕生日にいただいたシャネルのブーツと、これはさっき の, あのリバーシブルの反対の方ですね。こうやって反対にひっくり返すとさっきのデザインになって、で反対にひっくり返すとこのモコモコのもうクマちゃんみたいなアウターになるんですけど、これもまた可愛くないですか。このベージュ一色になるのがいいよね。でちょっと薄着だからオレンジの、マフラー、これはねビューティー&ユースかで買いましたね。ゲットしたこのオレンジのマフラーをアクセントに、でこのすごいあったかいから中薄着でも結構いける。でバッグはこれはあフェラガモのやつだ、フェラガモのバッグですね。これね中結構マチがあって、なんか入らないように見えてめちゃくちゃ入るから、お気に入り、高級感もあってツヤツヤなのこのバッグ。なんかちょっとデートルックな感じだけど、どうですかね。さっきのやつと同じとは思えないくらいさ、一気にさリバーシブルでさ裏返しにするとだいぶ印象が変わる。このアウターめちゃくちゃ推してます。お尻が隠れるからさ、なんかちょうどいいんだよねブーツ履いたら、後ろから見た時とかも。冬っぽコーデでした。お気に入りアウターです、パーバーズのアウター。じゃあ次3ルック目、またエピソードアパレリッシュの色違いですね。さっき着てたやつのこれはブルーかなのやつと、白の 6H ビューティーアントユースで買ったんですけどのシャカパンですね。これは結構ね夏っぽいパンツなんだけど今の時期に使えるか。でジェントルモンスターのサングラス、これは超お気に入り、韓国で買ったんだけどちょっととんがってて可愛くない。でこの格好に、あスニーカーはナイキですね、可愛い。アンティフィーデッドだっけな、とのコラボのやつ、あれもね超色が可愛いんだよね。
めっちゃ可愛くないこのスニーカー、アクセントになって。で、アウターがモンクレーのやつですね。これは去年めちゃくちゃ着てたんだけど、やっぱり今年も愛用っていう感じですね。このね、袖をまずこうやって親指通して風が通らないようにできるのね。で、広く見えるじゃない下が。でも実はこう中にピタって風がね通らないようにこう閉まったらなるのね。すっごいあったかいの。まあ、このボリュームがあるからもう見た目からあったかそうだと思うんだけど。で、バッグはオフホワイトのバッグですね。ちょっと強めな色を使ったコーディネート、結構このコーディネート好きかな。このアウターは本当に愛用してます。おしゃれにも見えるしあったかいし、だからすごい寒いところ行くときとかもこれがやっぱりいいかな。シルエットが可愛いよね。今年の冬もめちゃくちゃ愛用してるアイテムです。じゃあ次は4ルック目、ガールズ&クライのフーディーにモナちゃんとモンクのなんて言うんだっけこういうの忘れちゃったにルーズソックスですね。これどこで買った、ドンキで買ったかなルーズソックスに超お気に入りのニューバランスの9060、これ色が超可愛いんだよね。なんかこの白っぽくてピンクっぽい色を選んだんだけど、暗いのも買えばよかった。で、推しアウターがヒスのアウターです。ヒステリックグラマーですね。超可愛くないスタジャン。とにかくデザインも可愛い、サイズ感も可愛いし、超届いてから愛用してます。あったかいんだよね普通に。で、おしゃれに見えるじゃんやっぱり。なんて言ったってこういうフーディーの時とかにさ、フードが外に出ててもいい感じに見えるのが私は好き。で、この See You Yesterday のバッグを使いまして、なんか元気っ子元気っ子コーデだねこれ。すごい運動できそうこのアウターを本当に何でも合わせられる。色もそうだしデザイン的にも何にでも合うから、なんかこう足出してもいいしデニムに合わせてもいいしね、足出さないでなんかダボダボとかでもいいし、てかこのさ後ろ超可愛くないですか。何あの子ってならない街でこれ着てたら。そう、お気に入りアウターで紹介したかった、これも絶対で。最後はすごくラフにした気がする服を、カルバンクライン、カルバンクライン、上下カルバンクラインでアグの耳当て冬だからね。で、これはスタジオ7のスニーカーですね。このスニーカーね、足が漏れるし可愛いんですよ。すごいです。足が漏れるっていうか身長も高く見えるし、そうね、足長効果って感じ。これはね、上下カルバンクラインで、なんかこのままでも出れるけど冬はやっぱりアウター着たいよね、何着るのって時に私が推しアウターはこれです。エマちゃんとスライのコラボのアウターなんですけど、これマジで愛用してて、でバッグはプラダのバッグですね。このアウター超愛用してて、色も可愛いしあったかいし、やっぱなんか冬はモコモコしてたいんだよね。モコモコ気分だったんですよ今年の冬は。私は色もさそうなんだけど、意外と存在感がやっぱりあるので、ちゃんとナラフな格好にこれを合わせると、それはそれでなんかいい感じにまとまる気がしてます私は。これはね本当にいろんな場面で着たな。なんか女の子っぽい格好する時もそうだけど、こういうラフな格好にもあったしってな感じですかね。はい、私の今年の推しアウタールックブックでした。バイバーイ。